皆さんこんにちは。本日は、我々のグローバルイノベーションコンサルティング株式会社と、株式会社ヘルテ様ともですね、対談をさせていただきたいと思ってます。弊社はですね、創業ちょうど10年過ぎぐらいになりまして、日本と、ミャンマー、ヤンゴン、マンダレですね、アメリカの方に拠点があります。会社はですね、大体グループで300名弱ぐらいで、特徴は、10人しか日本人がいないというのが特徴で、残りはですね、全員ミャンマー人であると。 IT 部門にのみならずですね、マーケティングやジェネラルアフェアですね、経理部門も全部ミャンマー人であるということで、日本でミャンマー人を一番正規雇用しています。主な事業はですね、IT の事業と、それから海外進出のコンサルと、登録支援機関関係ですね、新しい人材のビジネスなんですけども、10年経ちましたので、会社は、特に集中と選択を行って、IT の部門にですね、集中して事業を進めるということになっております。私自身はですね、最初からおりまして、今現在役員はですね、日本人が3名、ミャンマー人が1名といった構成で、社員の8割はですね、女性というような形になります。その中で、今回ですね、ヘルテの後藤さんとは2年ぐらい前にちょうどお会いしたんですけども、我々が3番目の事業の人材関係をやるということで登録支援機関になっておりまして、その時セミナーにお越しいただいたというのが多分きっかけだと思います。基本的にですね、我々感じたのはですね、初対面でいろんな話をさせていただいたんですが、やっぱ昨今言われている SDGs の観点からも含めてですね、これから世界、日本から世界をですね、つなぐようなお仕事をされているということで、深く感銘をしてですね、現在までのお付き合いをしています。そういうことで、私の次にですね、まず後藤さんにお話をしていただきたいと思います。はじめまして、株式会社ヘルテの後藤と申します。僕たちは分断のない活力のある社会を作るということをミッションに掲げて、現在活動を千葉県の柏市で行っています。事業内容はセールというプラットフォームを開発運用導入していまして、こちらのプラットフォームでは日本のミドルからシニア層、メインはシニア層の日本人と世界の日本ファン、日本語を学んでいるような海外の方たちをこのプラットフォームでマッチングし、会話を生み出すというようなプロジェクトを行っています。このセールは今118カ国に広がっていまして、世界のユーザーが今1万人を超えて、日本人は5000人以上を超えるユーザーの方たちに参加をしていただいています。またこの活動が行政の方にも導入を進めておりまして、神奈川県や神戸市、奈良市、あとこれからは豊田市といったような行政との連携というようなところにも力を入れています。セールは IT のプラットフォームなので、開発が必要というようなところで、今回GIC さん、岩永社長とご一緒にお仕事をさせていただいております。よろしくお願いします。実際ですね、いろんなお話をさせていただいているんですけども、当然まだ創業から間もないというね、それで当初ですね、苦労された点とか、今現在苦労している点はどんなことなんでしょうかね。あとやっぱりまだスタートアップ企業というところもあって、どうしても技術者を集めところというところがやっぱりなかなか難しかったというような現状があります。どうしてもユーザーから声をいただいて、こういった機能を開発できたらもっと事業が伸びるというようなところはイメージできつつも、そこがなかなか着手できないと、そういうところに課題を感じてました。なるほど。多分後藤さんの頭の中で、いろんなシステムのイメージがあって、こんなことをしたい、あんなことをしたいと、いろいろあると思うんですね。で、そのヘルテっていうのはもともとどのようなそのシステムが元になってですね、初めて作られたということなんですけども、やられていらっしゃるんでしょうか。セールはもともと WebRTC というビデオチャットの機能を使って、作られているシステムです。で、弊社の株主でもある株式会社カヤックがもともとシステムを開発してくださいまして、その後の運用は弊社内の内製のエンジニアでやっていたんですけども、そこでどうしてもやっぱりリソースが足りないっていうような課題がどんどん日々出てきているというような状況でした。
まあ、ヘルテさんのそのセールってシステムなんですけども、はい、まあ、あの当初作った時と、はい、まあ、現在少し変わってきてると思うんですが、もともとはあれですよね、介護だとか、はい、あの老人ホームの方とか、はい、まあ、そういったところに、まあ、先生がいらっしゃって、はい、あと全世界に、はい、あの学校のおし、まあ、教師があの学生がいるみたいな感じだと思うんですけども、はい、ちょっとセールの概要自体をですね、はい、簡単に教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。セールを立ち上げたとき、セールの概要としましては、あの本当にシンプルなビジネスモデルになっていて、日本のミドルシニア層と世界のユーザーをつなげるというようなあのビジネスモデルです。なんですけども、いろいろ事業の形、ターゲットは変わってきていて、当初は高齢者向け住宅にアプローチをしていて、その中に入っている、まあ、シニア層の方たちを対象としてました。で、一方で海外側はタイの大学生というようなところをターゲットにしていて、なのでその完全に 2B と 2B、B2B のモデルで行っていたんですけども、はい、それを2020年の1月に完全に C 寄りに切り替えまして、はい、在宅のアクティブシニアの方たちと、あとは 2B ももちろん導入はしてるんですけど、 C の台湾で日本が好きな方であったりとか、欧州の方の日本が好きな人、日本語を勉強している人っていうところにターゲットを切り替えてあのマッチングをしているので、どうしても 2B 寄りの方のシステムと C 寄りだとなかなか変わってくるところもあって、そこにちょっとギャップというかあの難しさを感じたというようなフェーズはありました、ね、ああ逆にね、はい、コロナになるならないじゃなくて、はい、どちらでしろ世界の人たちと会話するためには、はい、そういったオンラインのね、はい、やっぱりあのコミュニケーションのツールが当然必要なわけで、はい、あのまあ、今昨今コロナなので、はい、逆にそれはコロナになって良かった点もあるでしょうし、はい、悪かった点もあると思うんですね、はい、良かった点はどんなところなんでしょうか。良かったところはやっぱり ICT、IT を使おうっていうような空気感がやっぱり醸成されたっていうのは、まあ、世界中で醸成されたっていうところは大きかったかなと思います。はい、特に日本の部分で言うと、日本のシニア層の方たちも家で過ごす時間が増えて、やっぱり彼らは新聞を読む、テレビを見るとか本を読むとかっていうようなコンテンツしかないところに、まあ、このセールっていうようなところをちょっと組み入れて入れていただいて、まあ、家からまあ世界の人と日本語で話そうっていうような、なんか少し選択肢が増えたというようなところがやっぱり僕としては大きかったですね。まあ、最近ね、あのいろんなあの県とか市でいろんなまあ利用も広がっているということなんですけども、はいはい、まあ、俗に言う先生ですよね、はい、あの前は75歳ぐらいが平均とおっしゃったんですけども、はいはい、なんかアクティブシニアと言われる65歳以下の方も増えているということなんですが、はいはい、今だいたい何名ぐらいの先生が日本にいらっしゃるんでしょうか。はい、今だいたい5000人ぐらいの日本人の登録者がいまして、はい、彼らが今アクティブにあの海外の方々と会話をしてもらってますね。でエリアでいうと北海道から沖縄まで、で一番メイン層として多いところはやっぱり関東圏のユーザーが多いです。なるほど。これあの5000人といってもね、はい、あの当然年齢の高い方も低い方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、一番上で大体何歳ぐらい、90歳以上の施設に入っている方が、あの施設 の, その部屋の中から会話してますね。逆に若い人っていうのは中学生ぐらいのユーザーがいますね。中学生でも先生なんですか。そうですね、いろいろと彼もなんかホワイトボードに何か言葉を書いてあげて、海外の方に見せてあげたりとかしてるっていうふうに。それはじゃあ意図したようなモデルではなくて、はい、逆にヘルテのセールがまあ広がることによって、はい、今いろんな先生が増えたというような感じなんですかね。はい、そうですね。まあ、いろんなあの先生がですね、はい、いらっしゃって90歳ぐらいの方から、はい、まあ、中学生までいるってことなんですけども、はい、その先生の平均的な年齢っていくつぐらいなんですか。今が大体60代前半まで下がってきました。はい、じゃあ私と同じぐらいの感じなんですね。ああそういうことですか。逆に、まあ、生徒である、国の人は全世界にいるってことなんですけども、はい、それは大体何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。今1万人を超えました、ね、1万人ですか。はいはあ、それは主なあの目的というのはやっぱ日本に来たくて、まあ、日本語を勉強したいとか、はい、まあ、あのというような話が多いと思うんですけども、はい、どんなそのニーズがあるんでしょうかね。大きく分けて2つありまして、1つが日本の文化を知りたいというような形、うん、やっぱり趣味として日本語を学ぶ、日本を知るというようなニーズが1つで、もう1つが本当にリアルに日本に来る、日本に来て働くための、まあ、それで実践的な日本語能力を高めたいというのはこの2つのニーズがあります。例えば文化であればアニメや、はい、そうですね、まあ、いろんなテレビとかも含めて、はい、いろんなことを知ったんで、そうですね、まあ、興味が湧いて、はい、まあ、校舎は例えば特定技能や、はい、まあ、技能実習や、はい、技術人文国際業務で、はい、まあ、自分ができることを、はい、まあ、仕事が多分あると思うので、はい、まあ、それを見ながら選んでるみたいな。そうです。ああそうですか。そうすると普通のちょっとあの誤解しやすいのは、あの我々も日本学校の経営なんかもやってるんですけども、はい、まあ、日本学校の経営っていうのは例えば日本語2級を取らなきゃいけないとか、はい、
まあ、産業を取らなきゃいけないとかいう側面が強いんですけども、はい、まあ、どっちかというとやっぱり異文化交流みたいな側面が多いんですかね。おっしゃる通りですね。日本人の方々からしても彼らは先生になろうとはそんなにしてなくって、うん、やっぱり異文化交流エンターテインメントの一つとしてもちろん会話の中で日本語を教えたり日本を伝えることはあるとは思うんですけど、より楽しむために参加しているというような方たちが多いです。で、海外の方たちももちろん会話の中でこの前教科書でそれこそ学んだことを実践してみようとかっていうようなシーンはありつつも、何か細かい文法のことを聞くっていうような彼らのスタンスではないですね。まあ、ということはやっぱり日本語学校の経営と、はい、まあ、セールの経営っていうのは、まあ、当然いいとこ悪いとこがお互いにあるので、はい、まあ、両方で補完し合うような機能なんです ね。僕たちとしては共存していけるんじゃないかなと。あ、そうですよね。はい、もう実は我々も活用させていただいてるんですけども、まあ、日本に来た社員っていうのは日本語2級を持ってまして、それからやっぱりなかなかですね、まあ、コロナになって会話も少なくなってるんで、セールを活用させていただいて、まあ、ご年配の方とですねお話ししながらいろんなことが覚えられると。特に地方によっても違いもあるとか、まあ、年齢と違いもありますし、まあ、年齢でも違いがありますし、それから今までやってきたことによっても違いがあるので、はい、まあ、そういった面ではですね、まあ、逆に言えばいろいろお世話になっているという感じだと思うんですね。ちょっと戻りますけども、はい、その世界でじゃあ1万人ぐらいいらっしゃって、国でいうと 何カ国ぐらいなんでしょうか。国が118カ国ですね、今日時点で。で、国って130いくつですよね。そうです。で、ほとんどの国から、はい、もう入られてるんですか。まだまだ少ない国もあるんですけど、そうですね、118カ国から。ちなみに後藤さんもね海外経験いろいろあると思うんですけども、はい、まあ、変わった国というかこれはもうレアみたいな国はあるんですかね。やっぱり南米の国とか面白いなと思いますね。ウルグアイもそうですし、はい、チリとか、はいはい、ああいった国の山奥からかけてくれる10代の女の子とかがいるみたいでそれはなんか本当に僕たちの掲げる、まあ、分断のない活力のある社会を実現するってこともそうですし、そんな遠くからはるばる日本を好きでいてくれてありがとうとかいろんな気持ちがあります。でも時差もありますし、ます、それからあと向こうだとポルトギースだったりとか、はい、スパニッシュだったりするわけですよね、はい、基本的には。 それはまあ、受ける生徒の方はいいと思うんですけども、はい、先生の方は柔軟に対応できるもんなんですかね。そうですね、日本時間 の逆に南米だと真反対の時間帯なので、はい、意外とマッチングしやすくて、で、日本時間で会話ができない時間はやっぱりどうしても夜中の1時ぐらいから朝の5、6時ぐらいまではどうしてもブランクになってしまうんですけど、はいはい、それ以外であれば基本的にマッチングはするので、もう世界側の人たちにそこは時間を調整してもらって、なるほど、マッチングするようにしてますね。で、言語の部分で言うと基本的に話す使う言語は日本語になるので、はい、まあ、スペイン語圏の方でも、まあ、ミャンマー人の方でも、まあ、日本語でグローバルコミュニケーションをシニアの方たちと楽しんでいただくというような形です。でも逆にあれですよね、学生なんか、ね、はい、普通の社会人と時間が結構が、はい、逆転してるんで、はい、まあ、時間が合うようなこともあるかもしれないですね。そうですね、はい、なるほどなるほど。でもこれからでもそのあたりはですね、もっと強化が始まると思うんですけども、はい、まあ、強化するにあたってまあ、さっきの開発システムっていうのは、はい、カヤックさんのシステムが、はい、まあ、ボタンにあると思うんですけども、はい、まあ、ちょうどお付き合いさせていただいて、まあ、つい最近も含めてですね、まあ、Ruby on Rails とかそういった言語で、はい、いろんな開発を日本と、はい、ミャンマーでさせていただいてるんですけども、はい、まあ、それで、まあ、うちに頼むような理由も当然あると思うので、はい、まあ、お付き合い以外にですね、こういう理由でうちを選ばれたってことあるんでしょうかね。はいはい、大きく3つ理由がありまして、1つがやはり岩永さんとの関係性というようなところと、もう1つが僕たちの会社のミッションから生まれるやっぱストーリーを御社と作りたかったというような部分で、もう1つが御社の技術力というこの3点です。で、1つの岩永さんとの関係性というところで言うと、まあ、僕たち自身がその会社スタートアップなので厳しかった時に岩永さんにいろいろと個人的にも助けていただいたっていうところはもちろんなんですけど、これまでの2年間の期間の中で2つなんか岩永さんから言ってもらった言葉で印象に残って言いましたけどねありまして、はい、で、1つが起業家はゼロから始めたんだから、まあ、ゼロに戻ることを恐れるなと、なるほど、まあ、そういった気持ちを忘れずに、まあ、思いっきり突っ走れというようなメッセージをいただいて、僕はそれがなんか心の支えになっているっていうところがあります。で、もう一つがいろんな経営者の方たちと付き合いと、これは岩永さんと以前食事をしていた時に、岩永さんが今20代に戻れたらどんなことをやりたいですか、どんなことをやったらよかったと思いますかという質問をした時に、いろんな国の経営者の人と関わって彼らからいろんなことを学べと
というふうなアドバイスをいただいて、で今回、今年の4月に資金調達をしたんですけど、でその資金調達元は中国の方で、在留の華僑 の方でして、国際不動産をやっている方で、その時にやはり、まあ、政治的な問題は日本と中国いつでもあったりだとかするので、彼自身はすごい高い志を持っている方だったんですけど、正直僕もひるんでる部分はあって、その時のゴーする一つのきっかけはやっぱり岩永さんのそのアドバイス、言葉が僕の脳裏をよぎって、なるほど、行ってみようかというような形で判断決断することができました。でストーリーっていうような部分でいうと、僕たちは分断のない活力のある社会を作るというようなミッションを掲げているので、やっぱりチーム内もそうですし、システムもいろんな国々のエンジニアがこのシステムを作るっていうところにストーリーが生まれてくると思っていて、でユーザーの方たちもやっぱりいいシステム、使いやすいシステムだけではなくて、 なぜ僕たちはこのシステムを作っているのか、誰と作っているのかっていうところまで一貫性を持たせて、やっぱり世の中に発信していきたいと。そういった意味ではミャンマーのエンジニアの人たちが一生懸命作ってくれたこのセールっていうシステム、そこにユーザーを引きつける新しいストーリーが生まれるんじゃないかなというふうに考えました。で3つ目の技術力というようなところに関しては、岩永さんとお会いしてから、現地ミャンマーでの採用のところ、テストをどういうふうなプロセスで行って、まあ、どういったトレーニングを受けて、それは技術的なことも日本語的なところも、それで日本に来たいとか現地で活躍されているというようなところをお伺いしていたので、まあ、本当に安心して発注お仕事を一緒にやらせていただくっていう判断をすることができました。まあ、本当にこの3つの点からおっしゃったお仕事をさせていただいているという状況です。ありがとうございます。はい、私この63になるんですけど、35年前だとね、オンラインもないし、世界の経営者と話すようなことって本しかなかったんだけども、はい、今ね、若い経営者の方はオンラインで全世界の人と、まあ、特に英語ができるから問題もないんでしょうけども、話ができるんで、まあ、それはすごくいいですよね。お互いのためにね。やっぱり別にね、中国の方でもアメリカでもインドでもどこでもね、はい、まあ、当然いい人もいれば悪い人もいるわけだから全く問題ないん で、まあ、開発についてはね、まあ、我々が主になるかどうか置いといてですね、やっぱりミャンマー人のエンジニアがさらにブラッシュアップされてね、まあ、いろんな国の人のエンジニアをリードできるようなね、はい、まあ、日本語能力やもしくはIT のそのものをね、技術を、まあ、もっとね上に行けばなと思ってるんで、まあ、逆にそれは経験にもよるので、はい、引き続きやらせていただくことによってですね、ぜひお願いしたい。でも別件ですけど、はい、ミャンマーに行かれたじゃないですか。行きました、はい、ちょっとコロナの前ですけども、はい、それは我々と話すようなミャンマー、まあ、当然ね、いろんなところ行ってらっしゃると思うん で、はい、でミャンマーのこういうとこが良かったなとかね、はい、こういうとこが逆に苦手だなとかね、はい、あるじゃないですか、はい、それはどう思われるんですかね。ミャンマーの良かったところはやっぱり人がすごく素朴で優しい人たちが多かったなというふうな印象があります。でもちろんあとは日本が大好きな人たちが多いっていう印象も受けました。住宅地に行ってもマンションの一室が日本語教室だったりとかして、日本語がなんか街のあらゆるところ で見つけることができて、日本人としてはすごく嬉しいなっていうような気持ちがありました。一方でちょっと苦手だなと思ったところに関しては、僕はなんかそれこそバックパックを背負って貧乏旅行してたので、あんまりそういうところが なかったので、その2020年の1月に直近ではミャンマーに行ったんですけど、当時は何もあんまりなんか苦労することはなかったですね。楽しく過ごしました。そうですよね、まあ、ちょっと名前は差し替えますけれども、さっきちょっと話した日本語学校関係の、ね、はい、人とね、うまくそうやって、はい、コラボレーションされてるって話も聞いてますし、はいはい、多分対談聞かれてる方はさっきも本当誤解があると思うんですけども、やっぱりうまくね、日本語学校の教育と、はい、まあ、セールの教育っていうのはね、使えると思うんですよね。そうですね、現地の先生はどうしてもやっぱ N3 とか、もし下手したら N4 とかの先生も多かったりとかしていろいろ回ったんですけど、なんで教える先生の日本語レベルがまだ十分ではない学校もあったりとかしたので、先生に使ってもらうっていうのも僕たちは一つとし選択として今後ありかなっていうふうに思います。なるほど。そうはそうですよね。ミャンマーにしてもベトナムにしても、まあ、インドネシアにしても、はい、やっぱりまだまだその先生っていう層が多いわけじゃありませんもんね。はい、やっぱりね、いろいろと、まあ、家庭でね、ちょっと厳しい場合もあるので、はい、早めに日本語を勉強して自分が自ら先生になるっていうパターンも、ね、まあ、なきにしもあらずなんで、はい、まあ、いいか悪いを置いときまして、はい、まあ、そういったことあるかもしれませんね。逆にその先生で利用されている方ってもいらっしゃるんですかね。いますね。ミャンマーでもある学校は、マンダレにある学校は先生たちしか使ってない学校もありました。逆に、はい、
その先生とはさっき言ったように、まあ、日本語3級だったりとか。そうですね。で、日本には行ったこともまだなくて。あ、そうですか。はい、はあ。逆に彼女たち、まあ多分女性が多いと思うんですけども、まあ、やっぱり日本に行きたいとか、はい、日本語の勉強したいから、はい、まあ、そういうようなことでブラッシュアップしようと思ってやってるんですかね。はい、であとはミーティングして話を聞いた時には、やっぱり自分たちが日本に行ったことがないっていうなんか劣等感というか、なんか罪悪感もあって、それでもって日本語を教えて、彼らを逆に彼女たちは日本に送り出してるから。あ、そこで自分たちの日本語レベルをもっと上げなきゃいけないっていう責任感があって参加してるっていう。ああ、それはなかなかね、あの我々の観点からでは分からないところがありますよね。そうですね。あ、どうしてもね、割と一級がないと先生じゃダメみたいな、はい、観点があるので、ちょっと違いますよね。あ、なるほど。でもあれですかね、まあ、コロナも備わってないのでどうですけど、これからまた海外に行きながらそういったことをやられるんですよね。そうですね。今後、まあ、東南アジアはじめ、まあ、欧州の方とかでもいろいろと語学学校でも大学でも連携をして授業を展開できればなというふうに思ってます。僕のルーツはあくまでアジアで、まあ、インドに留学をしていたこともあったりとかしたので、まあ、アジアと日本の架け橋になりたいという気持ちもあるので、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、まあ、そういった国々を中心に活動をしていければなと思ってます。なるほど。まあ、ちょっと話はあの、はい、システムの方にさせていただきたいと思うんですけども、はいはい、今回の、まあ、開発するにあたって、はい、まあ、うちの、 あの役員の神谷君と、はい、まあ、一緒に仕事をされてると思うんですけども、はい、まあ、実際にあの、まあ、進めてる部分もあるとは思うんですけども、はい、まあ、やってて、まあ、よかったなとかね、はい、逆に少しあの、困ったなとかね、まあ、ぶっちゃけた話もあると思うんですけども、はい、それはどんなところでしょうかね。良かった点はやはり皆さんスタッフの方々が丁寧にあの親切に対応してくれ、かつスピーディーに対応してくれたという点が大きかったです。で、依頼をさせていただいた機能はまず最初が SMS の正常化であったりだとか、まあ、UI のフレンドリー化だったんですけども、はい、あの僕のまさにイメージしていた通りの、機能が上がってきまして非常に満足してます。で、あのプロジェクトの中ではあのカンさんが、はい、あの入っていただいてプロジェクトをまとめてくださって、かつ僕が技術の面でちょっと知識が至らない部分のところも、まあ、丁寧にいろいろインストラクションをしていただいたので、本当にストレスがなくプロジェクトを進められて密にコミュニケーションが取れたので、まあ、本当に満足をしているというような状況ですね。で、一方であの難しかったなと感じるところに関しては、そのエンジニアの手を動かしていただく方々とのコミュニケーションの、まあ、部分のところで、どうしても僕たちの方のプロジェクトが結構いろいろバタバタしていた時期があって、僕も焦っていろいろな情報を早口とかで日本語で伝えてしまったりとかしたので、そこでなんかいろいろ混乱を、お互いにあの混乱を生んでしまったというか、あのコミュニケーションのところで、まあ、ミスがあって、まあ、僕の責任でもあるんですけど、まあ、そういったところはありました。早口なところは、まあ、私は早口で、まあ、ろれつも回ってないので、まあ、多分多少は慣れてると思うんですけども、あのまあ、ね、当然ブラッシュアップするところはね、はいはい、当然あの必要だと思いますし、まあ、議事録を残したりね、そうですね、まあ、あのいろんなことで語弊がないようにやるのは、まあ、基本的なことなんで、はい、まあ、それはいいと思いますね。はい、でも、まあ、あの多分頭の中にやりたいことも山ほどあって、そうですね、はい、あのだと思うんですけども、まあ、システム的な対応ということで、はい、今どんなことを、まあ、この1年ぐらいは考えてらっしゃるんでしょうか。はい、もうユーザーの方々から、まあ、こういった機能があった方がいいであったり、まあ、いろんなフィードバックもいただいていて、それをもうチケット化はされているので、今大体80項目ぐらいちょっと開発をしないといけない機能の項目がありまして、4ヶ月ぐらいのスパンではもう全部終わらせたいなというふうに思っています。で、そこに向けても優先順位をつけて、で、まあ、開発後にどんなインパクトがあるのかというようなところまでシミュレーションをして、でかつそこにただまあ、数字だけでは見えないストーリーっていうところの息吹も吹き込められればなというふうに思っていて、そこはまさに僕は GIC さんと一緒にあのやっていきたいところです。何が僕はやりたいかというと、新しい機能を実装してそれがユーザーに見えるようになると思うんですけど、野菜とかって生産者が僕見えたりとかってするじゃないですか。今僕はそのシステムもあの開発者が見えるったら僕は面白いんじゃないかなと思っていて、特に僕たちみたいななんかミッションドリブンな会社は、でシニアの人たちは海外の人たちに対して思い入れも強いので、例えば今回の SMS が開発された、それはあのミャンマーの何々さんが作ってくれたとか、まあ、そういった記事とかをどんどん作っていって、ユーザーの人たちにもあの発信をしていきたいなというふうに思ってます。なるほど。まあ、要はエンドトゥエンドで、はい、まあ、日本にいる先生役の人もいるし、はい、それから日本に来たいような、はい、まあ、教師役の人もいるし、はい、まあ、そういった人たちもっと結びつけて、はい、例えばそのイメージは、まあ
なんて言いますかね、生徒役の方は日本に来たい目的もさっきからいろいろあるので、はい、逆にこんな人と話をしたいなとか、はい、例えば私は奈良県に行くなら、はい、奈良県でどんなものがあるのかなとか、はい、まあ、大仏もあるのかな、仏教なんだなとか思う人もいるだろうし、はい、まあ、そうじゃなくてね、北海道で酪農をやりたいなって人もいるだろうし、はい、まあ、と逆に先生役の人も多岐にわたるんですよね、はい、すだからいろんな方がいらっしゃるので、まあ私は酪農詳しいんだよ と,、はい、とかね、北海道じゃなくて熊本なんだよとかね、はい、そんな中うまくマッチングができればいいですよね。そうですね、マッチングの精度アルゴリズムもブラッシュアップはしっかりしていきたいなというふうに思ってます。岩永さんおっしゃった通り、日本に来る人たちも趣味旅行で来る人もいれば、まあ、仕事で来る人もいて、日本側の方の人も文化に対しての知見が深い人、仕事の経験がたくさんある人たちいると思うので、しっかりとそこにラベルタグ付けをしていって、会話の満足度を上げていく。例えば製造業で日本に来る方は、まあ、大手の製造業で勤務経験のある男性の方との会話をすれば、より会話っていうところが盛り上がって、私たちのサービスの継続率っていうところにも、まあ、向上にも寄与するんじゃないかなと思ってます。ですね、やっぱり株式会社だけだと、はい、なかなかまあね、お仕事はお仕事で、はい、ね、当然お金を稼いでみたいになりますけど、はい、ね、社団法人とか、はい、NPO 法人とか、はい、学生とか、はい、まあ、そういったいろんな方が当然あって、はい、まあ、多様性もあるわけですから、はい、全てが全てビジネスでね、はい、解決できるとも全く思えないので、まあ、そういった面では、ね、趣味で来ても問題もないし、はいはい、から逆にそういった方々がね、日本の先生が海外にもっと行かれてね、いろんな交流をされても逆の効果もあるわけですからね、はい、それは面白いですよね。はい、例えばそのカナダだったらね、はい、まあ、カナダは英語だからいいんでしょうけども、じゃあスペインだったら、はい、まあ、スペイン語もってみんな教えるんだとかね、はい、逆の考えもありますよね、はい、それはどうなんですかね。ですね、ぜひやりたいなというふうに思ってます。その日本のミドルシニア層の方々と世界の人たちがつながるというようなところの横展開で、フランスのシニア層、ミドル層の人がフランス語を学ぶ、フランスが好きな他の国の人たちとつながるというような、一つこのモデルをしっかり日本で固めて、同じモデルを先進国のいろんな国々に展開していきたいなというふうに考えています。要は一対一対応モデルをマルチでするようなモデルなんですね。でどこの先進国もやはり高齢化、少子高齢化の問題は深刻になってきているので、今東京大学、奈良女子大学とも共同研究をしていて、このセールを使うことによって、まあ、どういった前後で行動変容がシニア層の人たちに生まれるかと、一つがまあ認知症の予防未病もそうですし、孤独孤立がどれだけ収まるか、 ICT の理解度の向上、あとは国際理解度の向上に関しての調査を行っていて、今はまだ700件ぐらいの回答しかなくて、しっかりと結論は導き出せていないんですけど、今は全てこの3つの項目全部上がっているというような結論は出せているので、まあ、こういった研究結果、事例をもとに他国への展開というのも行っていければなと。そうですよね、例えばイタリアとかポルトガルとか、はい、まあ、スペインだと、ね、ワインを、ね、はい、売ってる方も多いでしょうし、はい、逆にワインを作る人たちを呼び込みたいとか、はい、そういう話もあるかもしれませんし、はい、逆ですよね、逆に、ね、覚えてないと日本人が逆に向こうに行って、はい、学ぶことも当然重要ですね。なるほど、なるほど、まあ、AI を使ったりどこって、まあ、我々もまだまだ、まあ、実力が足りませんけども、まあ、そういうことで AI のエンジンを入れたりとかしながら、はい、新しい技術をそこに入れて込むとか。そうですね、はい、いろいろと多国展開するためには新しい技術であったりだとかも必要ですし、僕たちのこの事業を展開するのに関しても、例えばシニア層の人たちの表情とかをどんどんスキャンしていって、顔の動き、表情の動き、声のトーン、目の動きとかでヘルスケアの文脈でも何か事業ができるんじゃないかなとかっていうところも考えていて、まあ、そういった意味で GIC さんと中長期的にお付き合いをさせていただいて、そういった新しい技術の面とかでもコラボレーションを今後もさせていただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、たまたま昨年スマートファクトリーで、はい、いろんな、ね、システムをね、実証実験させていただいて、はい、まあ、今年は予算があればね、はい、顔認証関係もちょっとやりたいと思ってて、はいはい、まあ、それがまあどんな形で使われるかってちょっと違うところありますけども、はい、逆にヘルテさんがもしくは世界の人たちがね、はい、役に立つようなシステムが作れればね、はい、まあ、それはさっき冒頭に言った通り、まあ、SDGs の観点から言ってもね、なかなかいいんじゃないかなと思いますけどね。あと最後になんか、これはとあれば、はい、ヘルテさんのご宣伝も含めて言っていただけるとありがたいなと思うんですけど。ありがとうございます。
このセールの事業を進めていく上で僕たちは分断のない活力のある社会を作るというミッションを掲げているのでそこで GIC さんがパートナーとして入っていただいているということは技術の面でもミッションを達成するためにも僕たちにとってはすごく貴重な大きなピースになっています。なのでこの関係をしっかりと関係性を築きながらこれからセールがの事業を大きくするために一緒に、プロジェクトをやらせていただけたらヘルテ全社としてもすごく嬉しいなというふうな気持ちです。はい、まあ、我々としてはですね、まあ、今日第1回目のお話なんですけどもやっぱり多様性を重視してですね、まあ、今日はまあ、お若いですけど男性でみたいな経営者でみたいなベンチャーでみたいな方もいらっしゃいますし、まあ、学生の方もいるでしょうし、まあ、女性もいるでしょうしですね、まあ、いろんな方がいらっしゃるので、まあ、割とそういう形でまあ、仕事をされている方とですね今後お話をさせていただきたいなと思っております。で引き続きよろしくお願いいたします。